県内でも代表的な海水浴場の一つで、瀬戸内国際芸術祭の会場としても広く知られる坂出市三味海水浴場です。例年7月から8月にかけて海の家を運営する地元の皆さんは、今年4月新型コロナウイルスの状況が見通せず、海の家を開くことで感染者を発生させる事態になってはいけないと、早々と海開きを中止すると坂出市に申し入れました。海水がきれいな海水浴場として、環境省より心よい水と書く海水浴場100選にも選ばれ、万葉時代のロマンを感じさせる島としても親しまれています。2019年瀬戸内国際芸術祭春会期会場となった時の映像です。三味島会場で毎回おなじみなのは、五十嵐康明さんの作品空編みです。来場者を魅了させるのは、単に作品だけでなく自然や景色が魅力となっています。感じがすごい綺麗で、船見の音と一緒に楽しめてすごい素敵です。いくらからいらっしゃってますか？私は香川の直島っていう島から来ました。もともと直島の方ですか？元は関西の方なんですけど、直島が好きすぎて移住したぐらい。三味海水浴場の海の家は、元三味自治会長の高尾義明さんを中心に50年余り続けられてきました。高尾さんに14日にお会いして話を聞きましたが、地域の先輩から引き継ぎ半世紀、夏の伝統を守ってきたが、続けるのはなかなか大変、海の家を利用する皆さんの笑顔を励みに続けてきた、2年続けて中止になると雨ざらしになっている資材もおそらく使えないだろうし、後を引き継ぐ若い人のことも考える必要があると話をしていました。海の家名物といえば三味島おでんですが、その味をこの夏楽しむことができないことを残念がっている人も多いかと思います。海水浴場に隣接する西の浜の家は、新型コロナウイルス感染拡大を防ぐため、6月20日までは土曜日、日曜日、祝日の利用は中止となっています。先週14日に撮影した時は、透き通るような海水が砂浜に静かに打ち寄せ、海を渡る潮風も心地よい風景を見せていました。その砂浜で丸亀から訪れた子どもたちが波打ち際で楽しそうに遊んでいました。待って、はい、しじみ、しじみかな。確かにめちゃくちゃ楽しいです。この場所は何回か来たことありますか？5回か10回ぐらい来たことあります。この場所はどこが楽しいですか？やっぱり貝とかがいっぱいいて、海も冷たくて、そういうところがいいです。こちらよく来られますか？たまに来て、まあちょっと子供がコロナ禍なんで、まあ人が少ないところっていうことで、たまに連れてきてます。今年の海水浴シーズンもですね、海の家の方が今年もないというのはご存知でしたか？コロナなんでないんだろうなっていうのは思ってたんですけど、まあ2年連続でないんでちょっと残念かなと思います。なんか海水浴場の夏シーズンの中、思い出って何かありますか？そうですね、子供の時に友達と一緒に来たりとか、まあね、楽しい思い出がいっぱいあるんで、まあ残念ですけどね。まあ子供たちにはまあなるべく、まあね、今までと変わらんような夏の楽しみをね、楽しませてあげたらとは思うんですけど。この三味島ですね、どのようなところが魅力だなと思いますか？まあ瀬戸橋も見れて綺麗ですし、まあ海もすごく綺麗なんで、まあ、子供を遊ばすにもすごく安全かなと思って、それが一番かなと思います。三味海水浴場近くに住む高尾さんは、夏に遊びに訪れる人も多いかもしれませんが、騒ぎすぎることなく自然を楽しんでほしいと話をしていました。